欲望、感情をなくす。チャンピオンズリーグ杯2日、決勝トーナメント1回戦を行い、キリアン・ムバッペの2ゴールに沈み、2戦合計スコア1対4で完敗。久保はフル出場したが、自身初の欧州チャンピオンズリーグ杯16強で幕を閉じた。竹放心状態やん。竹が燃え尽きてる、惜しかったな、少しの差だった。イタン人に格の違い見せられちゃったじゃん。特別なエンバペ以外そこまで大したことはなかった。しかしソシエダは相変わらず二流チームまんまだった。久保は考えを変えるべき。成長のためにも上のクラブでやるべきだ。まあソシエダの限界をまざまざと見ただろうから、来季からハマドリーで勝負するしかない。エムパペはレアルオーディーで先輩の久保に挨拶したんか、ちゃんと挨拶しに来いやー。